はい、こんばんは、こんにちは。 Wii U 版マザー2第36話、前回35話では34話ですね、34話ではそのクラーケン戦に突入したんですけど、なんかめっちゃボコボコにやられて全滅して、そして前回の35話、ね、町の出身のランマってとこかな、うん、ランマだね、ランマで下の方でね、洞窟みたいのがあったんで、そこ探索して自分たちの場所、俺だけの場所かな、そんな感じのとこをね、光を倒して音を回収してきました。で、そこでレベルもね、3つ4つ上がったんで、そう、スカラビニワサル、その途中で会うクラーケンを今度こそ倒したいと思います。めっちゃもうボッコボコだったからね。めちゃ強かったからね。さてさて、あー、ちょっと船を止めさせてくれ。久しぶりなんで船酔いしちまっていい。船酔いが船酔いするようじゃどうしようもねえんだけどね。そう、ここでなんかヒントくれたよね。そう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 、頭つるりんのお客さんはランマから来たってか、随分とボケからね。あははは、おっと船酔いも治ってきた。改めて、ようそろう。そんな感じで、ランマに戻って、うんたらこうたらって言われたんで、ランマに行って、レベルも3つ4つ上がって、マッチの装備がなかったんですけど、そこで、なんとか、マッチの王者の腕輪っていうのがね、入手して、なんとかモイラちゃんぐらいの防御力はね、確保したんですよ。そして、ここですね。来ますね、そろそろ。奴が。Oh my gosh!で、どうやったー、めっちゃ強かったんだよねー、クラーケン。とりあえず、カーミッツは、フラッシュだっけ、パラライスだっけ、催眠術じゃないよね。パラライシス、ちょっと捉えてみよう。忘れちゃったなー。とりあえずね、あれが鬱陶しいんで、雷、炎だっけ。とりあえず、チェックして、マッチは、フリーズいっとくか。ね、お願いします。サイコシールド唱えだ。モイラちゃん、やりよるわ。火を吹いた。きついて。きついて。あー、モイラちゃんダメだった。オートで、ちょっとモイラちゃん治ったでしょ。これ勝てんのか、本当に。ゴーマ、オーマイガーシュ、オーマイガーシュ。これ勝てないでしょ。ちょっと待った。ね、回復、困ったな、困ったな。あー、ビビたりね。戦うしかない。
でなんとかはめ殺しできないか。違う、間違えた。あ、倒した、倒した、倒した。なんとか倒したね。これは、これは勝てんぞ、みたいなね。すげえ。本当にまあ、あんたら子供だと思ったか。あのクラケンをやっちまうとはな。俺もスリッパぶつけて戦いに参加したんだけど、気がつかなかったよね。お、なんとなく倒しちゃいました。熱いな。これすごいよ。もう、あの、諦めなくてよかった。イエー。うん。また、あれだね。あの、あんた方、トトから船で、海は恐ろしい化け物がいたってのに、やっつけたのか、うまく逃げられたのか、どっちにしても大したもんだ。なるほどね。とりあえず、ああ、そうそう。ここにホスピタルあるね。ホスピタルで。なあ、結局、もうなんだっけ、濡れタオルか。濡れタオルいらないかと思ったら、結局、まだ濡れタオル必要なんだね。ヒーリング。まあそんな感じで。よかったよかった。無事ね。なんとか行けました。Hello?昔、グミ族って人々がいたらしいんだけど、あんまり人のいい奴らなんで、魔境の奥へ追いやられちゃったんだよ。まだいるんだろうかね。通れません。あれ、ここでは汗かかないね。まあ、とりあえずここ入ってみましょ。話す。この辺じゃ見かけない顔だ。何か用かな。わしの方からは用はないよ。だったらいいです。結構です。ここは?あ、グッズね。外は暑いね。体大丈夫?ご用は?何にしますか?大人のドリンク、インスタントガッツ、濡れタオル、やっぱ濡れタオル売ってるね。何か買えばいいのに。まあ、とりあえずね、縄のおじさん、話してみましょう。私は趣味でこういうことをやってるんだ。かっこいいだろ?最近友達ができてね、ダンジョン作りの職人で、とうとう、フォッフォッフォッ、ダンジョン男になってしまったやつだ。会ってみたいかい?はい。それじゃあ、あれ?あれ?どっから落としちゃったかな?ごめんごめん。小さいことには私はこだわらないんだよ。はいはーい。じゃあ、どっかにキラキラっとしてるものがあるのかな?あなたは?問題なし。あ、その辺歩くとバッチリよ。外国から来たという太ったガキが用を足してったから。オーマイガーシュ。だけど、なんか変な黒い点々があるよね。これ気になるよね。フォーキーがいた名残がある。お、誰か熱射病になっちゃったね。ヒーリング、こっちだっけ?おっしゃー。オッケー。じゃあ、この辺の人に話しかけていきましょう。お、あんたの顔に不吉な影が、いや、気にせんでもいい。どうしても聞きたいなら言う。あんたひどい目にあってここに戻ってくる。しかし、そんなことは全然ないかもしれない。意味わからんね。この人は毒蛇の方が値段が高いのね。何に使うのかしら。血清とかじゃないの?あなたは?僕、豚の鼻を買ったんだよ。
魔境に生えているマジックトリュフを見つけるのにはこれは便利さ。豚の腹の使い方は説明でわかるらしいから安心だね。とりあえず1個買ってけってことですよね。話す。はい、レッドスネーク、カモン、キッズオブファイア、脇毛の餌、拍手。お客さん何買う？あー、なるほどね。毒蛇、あー、わかんないね。お客さんがっかりだね。あなたは？蛇は気持ち悪いけど結構可愛いけど、あー、あら、俺何言ってんのかわかんないや。あなたは？蛇を買おうかな。うちで買うにはちょっとヘビーかな。しーみたいなね。こんにちは。食事には欠かさない味付け小物、いかがですか？あら、不思議。何か食べようとすると、自動的に振りかけちゃう不思議な小瓶に入ってるよ。何する？ケチャップいらないよ。持たないよ。また来いよ。何買うか？いいえ。また来いよ。はい、じゃあここのおじさんに話しましょう。蛇の入った蛇袋。袋の中には蛇がいる。役に立つを買うか。290ドルだ。買うよ。穴が開いてるから安くしておいてよ。ヘビ袋利は290ドルを98ドルにしてくれた。まあちょっと見てみましょう。ヘビ袋、説明。戦闘時中からヘビが飛び出して敵に噛みつく。袋に小さなヘビが無数にいるので何度でも使える。毒を与えることもある。なるほどね。あなたは？当然自慢のスカラビ珍味、いろいろあるよ。何する？で、あなたは？あったら便利、なければ大変。メニュー見て決めなはれ。ご用は何でしたろう。とりあえず売りに来る。売ります。インスタントガッツいらないです。はい、毎度大きに。他に売りに来た。何売るの？ですね、ボム。はい、まず間違えて勝ちたから。ゴージャスのバット、プラチナルではディフェンス、輝くお守り。なるほどね。とりあえずこれをまずモイラちゃんでね装備する。うん、1上がったらいいか。大きなお守り、毎度お気に。他にありますか？とりあえず売りでボム売ろっか。ボム売って買うで、何がええの？豚の花。誰が持つの？あ、いいや、自分で持ちます。毎度お気に。他にありますか？いいえ。で、グッズでヒエログリフの写しは、この文章が読めるマッチ持ってて。グッズ、豚の花。説明。鼻に貼り付けるとマジックトリュフの匂いを嗅ぎ分けることができる。何度でも使える。ついでだからマジックトリュフの説明をざっとしておこう。マジックトリュフはジメジメした場所の大木の根元などに生えているキノコの一種。生えているといっても地面の中に埋もれていることがほとんどって、見て探すのはとても無理らしい。食べるとサイコパワーがドーンと回復するらしい。詳しくマジックトリュフの説明をご覧ください。なるほどね。オーイエー。駆けつけるのも早い、撮るのも早い。天才写真家です。思いの写真を撮りますからね。さあ、こっちを向いて撮りますよ。チーズサンドイッチ、イエー。おお、いい写真が撮れた。この写真はきっと最高の思い出になりますよ。ほなねーみたいなね。あそこの旅人みたいなの気になるけど、まずこっちの方でね。あ、ここさっき入ったとこか。オッケーオッケー。私は話すことが何にもないみたいな感じのこと言ってましたね。ピラミッドに行くんだったらかなり覚悟して行きなよ。まだ行くとは決まってませんし、けど行くんでしょうね。はいはい。グレートサザン国際観光ホテルへようこそ。一晩60ドルから400ドルですが、ただいま400ドルのスーパーデラックスルームしかご用意できません。お泊まりになりますか？いいえ。
礼しました。皮肉がひどいね。引き出す。とりあえず1000引き出して、ありがとうございました。OK。サソリが出たらお知らせください。多分出ないと思いますが。適当やね。博士は揺らめして壊れたアイロンを直した。壊れたアイロンはネバネバマシンだった。ネバネバマシン。あ、これは C の人だっけ？話す。し、大きな声を出すな。何の用で買いに来た。何でも揃ってるぜ。ペンシルロケット。ペンシルロケット5だね。誰が運ぶ？運ぶだからね。博士、モテないよ。じゃあな、悪い奴に気をつけろ。この人は？グッドモーニングさ。この国の有名な新聞、スカラビ・パピルス、お読みします。忌まわしき、海の怪物、クラーケン、姿を消す、という噂流れる。なんとかギリギリ倒したね。あっと、その前に、ちょっとね、あ、そう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 。エスカル軍曹。ママに電話したんですね。まあ、カメちゃん、冒険の旅はどう？そう、そら大変だったわね。学校の先生が家庭訪問に来たけど、ママが適当にごまかしといたわ。安心して旅を続けなさい。じゃあ、テレビのドラマがいいとこだから。バイ、ガチャン、ツー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 っと。はい、エスカルゴ運送。こんにちは、エスカルゴ運送です。あー、カメツお兄ちゃん。私はトレーシーよ。そんな感じでね。お預かり、お願いします。とりあえず、外に出て。で、途中こう行きながら、さっきのお店でね、博士用の壊れた関連のあれがあったからね、それを買いたいなと思ってます。エスカルゴ運送です。お預かり、持ってますよね。お預かりするなら3つまで OK ですよ。中和マシン、ネバネバマシン。まあ、中和マシンだわな。はい。フランクリン・バーチ。ネバネバマシン。ネバネバマシンは売ってもいいな。そういうこと。ありゃしたん。結局1個しかあれだったね。あったら目になきゃ決めたね。売りに来た。博士の壊れたスプレー。ディフェンスプレー。250ドル。よろしいよ。はい。売りに来た。何を売る？はい。売りに来た。何売るの？ミイラの包帯も使わないから、売っちゃいます。はい。買いに来た。何がいいの？壊れたビーム砲。誰が持つの？博士。毎度大きい。はい。売りに来た。何売るの？スーパーチューチュー、シールドキラーって何？売りに来た。何売るの？とりあえず博士の悟りの弁当を渡す。モイラちゃんに渡して、モイラちゃんに渡して、グッズ、カーミツ、ヘビ袋、スーパーボムもな。スーパーボム売っとくか、これ。売りに来た。カーミツのスーパーボム売っちゃいます。199ドル。よろしいよ、マッセイ。オッケー。おいで、さっきのホテルの。
ホテルで、ああ、そうそう、奥ね、奥で、ペンシルロケット5。とりあえず、グッズ、何個空いてる？ハッカースが壊れたスプレー、壊れたスプレー、ダブルビーム、シールドキラー、シールドキラー、シールドキラー？説明。博士のグッズ、戦闘時敵のシールドを切り裂く、何度でも使える。スパッと、命の角部ね、渡す。もうマッチにも出しとけ、みたいなね。し、大きな声出すな。何の話題、買いに来た。何でも揃ってるぜ。ペンシルロケット5。誰が運ぶ？ありがとうよ。まだいっぱい買うよ。ペンシルロケット5。もう一個買うよ。500ぐらい当たるから強いからね。ペンシルロケット5、誰が運ぶ？博士。イェイ、待てよじゃねえよ、もういいよ。はい、じゃあ、ここでね、セーブして、ちょっと砂漠の方に出てみましょう。あ、パプラ、お前の銀行に348ドル振り込んでおいてよ。記録する。オーケー。おやすみ、続ける。行ってきまーす。ガチャン、ツー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 。さて、砂漠ですよ。あ、豚の花使ってみようか。カーミツ、豚の花。使う。この辺りなさそうだ。マッチ。イエー。なんだって？ドザガラン。なるほど。チェック。おお、結構強いね。オッケー。うまいね。まあ久々だからヒント聞いておくか。ちょっと待った、ヤングマン、たった1100ドルで素晴らしいヒントを教えちゃう。しっかりと身支度を整えたらピラミッドに行くといい。そしてピラミッドの前でヒエログルフに書かれてる通りにスフィンクスの前の丸い石板を星を描くように踏む。ちょっとサービスすぎかな。今日はここまで。そうなんですよね、五芒星かなんか書くようにやるみたいなね。それがあのヒエログリフの写しで書いてあったので。豚の花匂いまさぐった。こんなのなさそうだ。ここどうかな。道具、グッズ、豚の花、どうでしょう。なさそうだ。じゃあ、あー、またなったね。マッチ、またマッチか。ピラミッド、この辺にあるのかな。グッズ、カーミッツ、豚の花、なさそうだ。喉が渇いた旅人に水を売ってあげましょう。高いよ。高い水。干からびちゃうよ。知らないよ。行こうか。グッズ、豚の花。ここでやらない、ここでやるとかそういうわけじゃなくて。なさそうだ。ここは？豚の花。なさそうだ。よし、じゃあ星を描くように行きましょう。盗人か勇者か、ただの通りすがりのものか、いずれのものかはおのずからわかる。さてどうするんだ。
からだね。まあいいや。スケルトンデッド。博士、チェックお願いします。一発ですがね。間違えた。で、これで OK みたいなね。イエーイ。勇者たちを入れ、宝目を探し出すのだ。イエイ。おいじゃあ、おいじゃあって言ってね。はい、駆けつけるのも早い、撮るのも早い天才写真家です。思い出の写真を撮りますからね。さあこっちを向いて撮りますよ。チーズサンドイッチ、イエイ。おお、いい写真が撮れた。この写真はきっと最高の思い出になりますよ。ほいじゃね、入ってみましょう。問題なし。行ってみましょう。これオープニングだったね。なんか途中で絵が浮いてるシーンあってね。問題なし。動いてるね。敵ですね。呪いの絵文字。悪い席、風邪をひいてしまった。PK サンド。ああ、グッジョブ。またまた。あの、棺が強いんだよね。風はこっちだっけ。イエー。じゃがじゃーん。毒蛇があった。毒蛇グッズ。毒蛇説明。なるほど、確実、確実ね。じゃあ次の部屋に行きましょう。蛇、スネーク絵文字、スマッシュ。何このスマッシュ連打。で、あなたね、呪いの絵文字。もうこれでいいよね。イエーイ。プレゼントの箱、ファラオの呪い、ファラオの呪いを手に入れた。マッチ43。ファラオの呪いって、何でしょう。グッズ、ファラオの呪い。説明。おどろおどろしい文様が描かれた箱の中から、エクトプラズムのようなものが飛び出し、敵に毒を与えることもある。一度使うとなくなる。現状なんかノーダメージっぽいけど、この動く蛇で毒もらえそうだけど。スネーク絵文字、グッジョブ。モアラちゃん、グッジョブ。2831、うまま。ほう、呪いの絵文字たちが現れた。スパイダー、スパイダーチェック。変身、スパイダー変身した。毒針、博士も毒。
PK ファイア、PK フリース、PK プレインショック、いっぱい。おう、殺しに行く。イエイ。じゃあ、オートで。ああ、毒なって風邪ひいて、みたいなね。イエーイ。あーランマ周辺でレベル上げ美味しかったね。よくよく考えるとさ、とりあえずヒーリングアルファ OK。 あー分岐いっぱいあるね。ここなんでしょう。チェックチェック。あまりにも怪すぎる。棺だ。呪いの絵文字。風邪ひいちゃった。オッケー。イエー。いい感じ。さてさて、ね、ヒーリング、風邪だもんね。モエルちゃん、治った。はい。じゃあ、ちょうどね、時間も31分、32分になりますね。次回、ピラミッド探索、続けていきたいと思います。今回はね、ここでおしまいにします。お疲れ様でした。